違えた。早速全般かまさないでください。いやはや失礼しました。で、尺がないのでさっさと行きましょう。そんなに長い動画なの？今回はかなり長い動画な上に前半後半に分けさせてもらいます。そんなシリーズ化する理由がある動画なんでしょう？全然わかりません。それでは答え合わせです。それは、ジョカメラどうかない？何してんのよ。それで答えは、そう、この映像に映っている車両の動画です。え、この動画の後ろにいるのって？そう、我ら新潟支社の沿線民が誇る新潟支社が開発した D129 系です。それはわかるんだけど、わざわざ前半後半に分ける動画にする理由にはならないと思うけど。ナレさん、考えてみてください。 D129 系は何年に製造が開始されましたか？確か2014年よね。A 編成が2014年製造開始だもの。それでは、今は何年ですか？令和6年。西暦に直すと2024年。は、 E129 系が誕生してからちょうど今年で10年です。はい、そういうことです。ということで今回は E129 系が誕生して10年、その10年間何があったのか、それを詳しく探り調査する、それが今回の動画となっています。なるほどね、納得だわ。それでは早速行きましょうか。それじゃゆっくりしていってね。いや、何ちゃっかり黒板用意してんのよ。いいじゃないですか、雰囲気出ますし。それでは早速解説していきますね。まず E129 系は新潟地区を主力としていた 115KNSYL 編成を置き換えるために2014年に176両を目標として製造が開始されました。ここで一つ言っておくと、新潟地区を走っていた 115K は最も車齢が長いもので心臓から50年が経過していたのもあり、車両の老朽化、設備の新規化への対応が急務となっていたわ。さらにここに追い打ちがかかるのよね。そう、それは2016年のダイヤ改正で起こりました。そう、皆さんご存知、北陸新幹線金沢延伸です。それに伴い並行在来線のうち新潟県内の区間にあたる信越本線の妙高高原駅直江津駅間が第三セクター鉄道として設立された越後ときめき鉄道に転換されることとなり、 JR 東日本から当時新潟支社管内で運用されていた E127系0番第12編成中1のうち10編成を譲渡することにしました。だけど車両が不足することとなり、その補充も兼ねて登場したのが E129系ってことですね。そうですね、まとめると115系が古いから置き換えるのと、特鉄に E127系を10編成譲渡したから E129系を製造したというわけです。他にも理由があるかもしれないけど、大まかに分けるとこの2つね。続いては製造数、運用などね。さっきも言った通り、新潟地区の約9割の運用を占めていた 115系を置き換えるのだから、かなりの編成数が必要になってくるわ。そこで新潟支社は新津にある総合車両製作所新津事業所で全車製造することを決定したわ。で、E129系は新潟地区での柔軟な運用ができるように、いくつかの運用形態を考えたわ。その結果、E129系は2両編成100番台 A 編成と4両編成0番台 B 編成とがあり、 A 編成 ×2 本あるいは B 編成単独による4両編成や A 編成 B 編成による6両編成を構成することにより、旅客の需要に柔軟に対応することができる、いわゆる最強車というわけです。で、 A 編成は何両製造されて B 編成は何両製造されたん、疑問を持つ人がいるでしょう。次にそれを解説していきます。そこは私が解説させていただきます。そもそも新潟支社が管理している非電化路線は5路線で只見線、磐越西線、米坂線、そして余目駅に乗り入れている陸羽東線ね。他は全てが電化路線で、村上坂田間や羽越線の一部区間で機動車を使っているところは入れていないわ。で、その非電化路線と電化されていても E129系が走らない一部路線を除き、その残りの電化路線に充当すると決めた新潟支社は B 編成4両編成を27編成製造し、 A 編成2両編成を通常編成を32両製造し、そして A 編成下取りパンタ搭載車を10編成製造しました。これにより柔軟な運用ができるようになったと。そんな感じですね。解説ありがとうございました。ちなみに A 編成2両編成34本と B 編成4両編成27本の計176両が新潟車両センターに配置されて運用についており、運用区間は以下の通りで、新越本線直江津駅新潟駅間、白新線全線羽越本線新津駅村上駅間、そして越後線全線弥彦線全線上越線水上駅宮内駅間となっています。で、さらにこっから分類していくと、A 編成を使用する一部の列車でワンマン運転が行われる区間が、新越本線直江津駅長岡駅間、新津駅新潟駅間、羽越本線柴田駅村上駅間、越後線全線弥彦線全線上越線越後中里駅宮内駅間、そんで、白新線全線です。皆さんいかがだったでしょうか？とりあえず E129系解説の前編はこれにて終了です。何気に今回初だったかもしれないですね。あ、でも解説動画は1回霊夢がやったので初ではなかった。どんまい、のり巻き。次回はどんな内容をするの？あ、次回は私たちが解説をしません。え、
じゃあ誰が？金髪バナナと赤髪貧乏巫女さんですね。あ、言っときますね。あ、ついに現実逃避したあいつ。まあ、いいや。それでは次は E129 系の兄弟と E129 系本体について語っていきますね。あ、あと E129 系のちょっぴり奇妙なお話もしますね。それではご視聴ありがとうございました。あ、ちょっと待って、逃げるな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、逃がさんよ。よし、じゃあてめえ何しとんじゃい。いや、ごめんなさい。あんたさ、もう何しとんのよ。ほら、動画終わったんだから画面外行くよ。